剣術。剣術は、日本における刀剣、日本刀で戦う武術である。古武術の一つであり、現代日本の武道である剣道の母体となった。なお、剣術という名称については、中国では、片刃の刀と両刃、もろの剣が明確に別の武器であると認識されているが、日本では刀と剣の認識が混ざってしまい、刀剣として曖昧となってしまった。 日本では中国から伝来した、両刃、諸刃の剣が下で、わらび手刀の流れを組む、片刃の日本刀へ完全に移行してしまったためである。当日という名称もあるが、本朝武芸商伝など、極少数の江戸時代の文献に使用されただけで、定着はしなかった。なお、日本における、刀という言葉は中世では担当を指し、刀剣といえば、太刀のことであった。 刀が刀剣を表すようになったのは、近世からである古代では刀を、太刀と読み、自家刀を指した。日本の剣術と、世界各国の剣術を比較すると、波長60センチメートル以上の刀を、両手で持ち、互いに盾を用いずに戦うという景色は珍しく、中世のドイツやイタリアで、両手剣による、剣術、ドイツ流剣術刀が悪来である。 一般通年と異なり、中世における合戦では、刀剣は主要な武器であったとは言えず、飛び道具やながら武器が優先して使われた。刀剣はそれらの予備として携帯する武器であり、状況によって手持ちの飛び道具やながら武器とを使い分けるものだった。一方で、中世の情勢は安定していたとは言えず、平時あっても些細な揉め事から、 殺傷事件や切り合いが発生することが多発し、武士以外のあらゆる身分の人々が刀剣や担当を携帯することは珍しくなく、刀剣は強盗や喧嘩、護身のため日常的に使われる武器という面もあった。を修練していたため助かったという逸話がある。戦乱のなかった江戸時代に大きく発展したため、戦場で着用する甲冑は前提とされず、 平時の服装での切り合いを想定している形が多い。実際の戦場での切り合いは型通りではなく、毛刺、鎖骨、頸動脈に切り込むことが主流であったとも言われている。また、次元流やその流れを組む剣術、薬丸寺剣流刀を習得した薩摩藩士のイブリにおいて、その残殺死体のほとんどが毛刺切りを受けて、即死に至っていたとも言われる。 剣術関係の人物についてはお参照。古代の日本において、制動性の武器の製作が開始されたのは、出土品から見て早くても、紀元一世紀以降とされているが、この時代の日本にはまだ文字がなかったため、この時代の剣術については伝わっておらず、その有無や詳細は不明である。鉄製の剣の使用は、軍事的優位の源泉であった。しかし、国産の鉄製刀剣が、 盛んになったのは七世紀以降であって、水古天皇が、立刀ならば嶺、中国の暮れの、新式、刀剣の意味と歌っているよう、古代は、大陸からの輸入品が主流であった。刀鍛冶である、単ヤコが朝廷によって各地に置かれたのは八世紀以降である。これ以降、日本国内でも自家刀や、わらび手刀な,などの出したような鉄の剣が作られるようになっていった。 古墳時代中期、日立国鹿島に関東七流、東国七流という日本初の剣術流派が生まれた。七人の神官が古くから伝わる剣術を東国を中心に広めた。鹿島神宮、香取神宮は武の神として現代でも道場に祀られることが多い。平安時代になると日本国内での製鉄技術は大陸と遜色ないレベルにまで達した。さらに、 従来のまっすぐな剣から、湾曲して人を切りやすく、また馬上での戦いに適した形に進化し、やがて現在まで伝わる日本刀の基本型とも言える、太刀が登場する。平安時代中期に武家が台頭すると、太刀の柄が長く伸び、片手持ちから両手持ちへと変わり、内刀に移り変わるものの現在に至る。平時の戦闘において、 刀で攻防指摘を殺傷するための技術、すなわち剣術は、この頃には確立された。平安時代後期には、京都安波山で k 八竜が生まれる。源義経が、倉間で修行中、木一方言という天狗に剣を学んだという伝説がある。木一方言が、倉間寺の八人の僧に教えた剣法が k 八竜と言われている。関東七とに、 多くの竜派の母体となる。関東七竜は、新館、京八竜は、僧が担い手であり、武士にとって剣術は重要なものではなかった。原平時代には、平家物語や平治物語に、剣術の技なのような記述が見られる。具体的には、合戦では、馬上で太刀を使用することは少なく、弓矢を用いた。太刀は何らかの事情で馬から降りた場合に使用する。 ことを推奨され、日常における喧嘩や強盗に使用する武器であると、無認識が強かったとされる。その後、平安時代末期に起こった内乱、自称、樹影の乱では、戦闘が大規模化し、動員数が増加した。そのためこれより以前は、正規の武士身分を主体とする馬上での弓による射撃戦が中心だったが、この内乱では、 正規の武士身分とその従者の動員だけでは戦闘をまかないきれなくなり動員対象が派生者戦ができない武士や本来は非武士階級ある村落領主クラスにまでに拡大したとされるそのためこれまでの戦闘ではルール違反とされていた相手の馬への攻撃や馬での体当たりが行われるようになり太刀の馬上使用も増加したという鎌倉時代の武士が 国家の中心勢力としての地位を確立するに至って、日本は大陸の儒教文化圏からは異なった。武芸と異性者がその習得を行うことに上位の価値を認める文化の形成を開始した。この時代の武士も以前より俗にキューバの道と言われる休術、馬術が重視され、剣術はあまり重要なものではなかった。しかし、立の形状も実用性を考慮し、先幅と 元幅の差が少なくなり平ら肉もつくようになり、剣道な部分に対抗できるように変化しているため、太刀の重要度も増しつつあったと考えられる。やがて、鎌倉幕府が衰退し始めると現行まで皆無だった、薙刀や太刀を主武器とする騎兵が出現するようになる。南北朝時代は、笑い切れ、けさ切れ、雷切れ、車切れ、片手だ、払い切れ、なで切れ、下切れ、 立割り、梨切れ、竹割り等が、太平記を、はじめ処分剣に見えており、縦、横、斜めの基本型に止まっている。南北長期の鎧兜との重装備では動作も、敏捷性を欠くため、技術よりも、武器のリーチや体力が重要であった。この時代では、平安、鎌倉時代と比べ白兵線の増加し、甲冑の隙間を埋める防具が発達したため、 飛想校部分を狙うのが難しくなった。そのため、タチや、なぎなたなどによる、兜を装備した頭部への打撃が、盛んに行われるようになり、兜の内側に、浮き針と呼ばれる、干渉剤を設け、兜を、しっかり固定するような着用法に変化した。同時に、これまでは、機上での主力武器は弓であり、タチや、なぎなたなどの武器は、徒歩で使用することが推奨されていたが、 この時代では、騎乗状態でも、薙刀や長大化した太刀を主力武器として用い、逆に不評が弓矢を多用するという逆転現象が起きた。室町時代から戦国時代にかけて、平時でも武士や僧侶以外の民衆も武装するようになり、脇差しと内刀を同時携帯することが、武士、民衆問わず流行し始める、脇差しはつばを装着した担当を長大化せた武器であり、 脇差しをさらに大型化したのが内刀である。同時に、当時の人々は階層を問わず激怒しやすいものが多く、些細なことでも人情沙汰に及んだ。また復讐の連鎖を止める手段が少なく、民間人同士の喧嘩から、室町幕府の重臣同士の合戦に発展するースも、あったという。一方、戦時では、軽装備の足軽や増標が戦闘の中心を占め、 臨床な動作が可能となったことにより、刀剣や槍を用いる、白兵戦が生じるようになった。剣術の本格的な登場である。ただし、あくまでも剣術は、戦場での総合的な戦闘技術である、標法の一種であった。戦場において刀剣は、主武器ではなく、鉄砲や弓矢などの飛び道具を第一とし、白兵戦においては、槍をはじめ薙刀、また、 長巻野立や大立など、長いリーチを持つ刃物を優先して使用した。多くの戦国大名が、虚偽の力士を雇い入れることに熱心であったのは、彼らでなければ振り回せない薙刀を装備した上で、力士隊として編成して、身辺警護や特殊兵力に用いるためであった。甲冑を装着した武者同士の太刀による戦闘方法は、当然、 巨人がただたちを振り回せば良いものとは異なり、スケシャ剣術と呼ばれ、深く腰を落とした姿勢から目、首、脇の下、筋敵、内もも、手首取った、鎧の隙間となっている部位を狙うような戦法であった。甲冑武者同士の戦闘は、最終的には組打ちによる決着に至ることが多く、その技法が組打ち術であり、後の柔術の源流の一つとなった。 現代武道の柔道や合気道は、その柔術から派生したものである。なお、宮本武蔵は、逸話書の、字の間で、従来は、弓や槍を含む武士としての諸芸全般、武家の法を指していた、兵法から、剣術一通のことのみを切り出して、日立国家島、香取の社教、明神のつてへとして、竜を立てて、国々を回り、人に伝えゆるごと近き日の良しや、 昇法二年、1645年と記し、鹿島、香取の社人たちが、剣術のみを標法として、全国を渡り、伝えるようになったのは古いことではないことと述べている。A69 年5月吉日、上泉伊勢守のぶつのの野牛胸年宛て、新影流送電自筆電所に、上古の流あり、中古に、年流、新東流、また、また影流あり、と三大流派。 兵法三大源流を記している。しかし、この三流も突然として成立したのではなく、先行の技法を体験した上に工夫考案されたものである。新刀流の孫のメシシの矢字化は、赤八州古泉六によると、株と行部醤有より刺激の方を伝授されたとなっており、永禄年中、新刀流から、天神聖伝、カトリ新刀流を名乗る。 影流の祖のアイスヒサタダが誰から標法を学んだかは明らかではないが、アイスヒサタダの時代には、関東ではすでに、メシシのヤジカの天神清殿神道流が成功しており、三河国高橋賞には、中条長秀が100年も前に、中条流流布させていた。また15世紀初めには、年流のソネ王将、ジオン、相馬四郎吉本の門人中、計6人と言われる人たちが、 京都奈良を中心に標本を広めていたと考えられる。この時代の伝書として確認できるのは、左官学文書、宮崎県佐伯市として伝わっている A68 年、1565年に、藤原博豊が、生学史に発行した、新東流標本書、武備市に掲載された影目録の影流、また天正年間に、外田市より、おこかめ市へ出された外田流の目録などがある。 中条流、年流、新東流、新東流、影流は、その後、多くの支流を誕生させることとなる。国内再統一の後、平能分離、刀流りが行われた。これ以前に、武士でない庶民が、平素から対等していた習慣があったことは、日本人と剣術との関わりの深さを認識する上で、重要である。戦場ではなく、 日常での戦いが前提とされた剣術が主流になったのはこの頃からである。江戸時代に剣術は大きく発展し、流派は700を超える。甲冑着用が前提の助者剣術から平服、平治の偶発的な個人戦を前提とする素肌剣術へと変わった。また徳川家康の例により、それまでの武士道とは異なる儒教を軸とした新しい、 武士道が全国に広められ、さらに300年近くにも及ぶ平和な時代が続いたことにより、禅など神法、精神鍛錬に重きを置く流派が出るなどし、武術が消化した。死傷者の生じる木刀での立ち合い、試合は幕府によって禁止され、約束動作の形稽古が中心となり、後に市内徒防具が発明され、安全性を確保しながら技を試し合うようになった。 非武士階級である、農民や町人が剣術を学ぶようになったことも、特筆すべきことである。殺人党、説に、んとと、活人権、活に、んけとは、元来は、善の、無門石、壁岩おろくなどの公案での用語である。上泉の仏名が1566年、A69 年2月に、肥後国の丸目クランドスケに与えた因果が、殺人党、活人権とあり、 また一刀流の本目六十四に万字殺人刀、殺人剣という名前が見られるように、武術に対して他の禅の用語と同じく大きな影響を与えた。江戸時代初期、野牛宗乗りが標方家伝書において、次のように禅とは異なる意味で使用した。あだなす悪に打ち勝って、確実に殺すのが殺人刀であって、その悪を殺したゆえに万人が救われ、 生きるのが、活人権だという。標法、すなわち刀で人を切る行為にはこの両面がないと、ならないと、悟る、日本の剣術が、殺人技法にとどまらず消化したことを示す。ここで、臨在宗の拓安双方が、野牛宗のに、不動悟し神明録を与えたことにより、江戸流星で、健全一致が解かれた結果として、 東方の超野牛に対して、新法の江戸野牛と言われたことは史実であり、禅の考え方が影響を与えたことは否定できない。なお、現代の新影流に伝わる野牛宗都市の書状に、東流に構えるたちを改札人道という。構えのなきところをいずれも皆活人権という。また構える太ちを残らず裁断してのけ、なきところを用いるので、その小ずるにより活人権というとある。 上記に挙げられている、新陰流の東法及び、標法の武術的解釈では、活人権と殺人権という言葉に別の意味が存在する。新陰流には、天、丸橋と呼ばれる相手の仕掛けに対して転じて活ぎがある。まず構えずに、新陰流ではこれを無形の意と呼ぶ相手に仕掛けさせ、それに応じて後の先を取るわけである。ここでの活人という言葉は、相手、 すなわち人が動くという意味で用いられている。この場合の活人権とは逆の意味で、自分から構えを取って切り込むことを殺人権と呼ぶ。また、天の根よしにより、浅く勝つこと、主に固定小さく鋭く打ち込む斬撃が多用される。ため、技法、魔の立ち、くねり打ち、一刀両断、西香水などにも見られるが、最も典型的な技法は、天打ちである、結果として、 相手に致命傷を与えず勝つことも多く、その結果として、勝人剣と呼ばれることもある。古くから、多くの流派で、独自の袋地内、引き肌しおりや小手を使用した稽古は行われていたが、多くの場合形稽古が中心であった。しかし長期にわたり、実践から遠ざかると、花法、花法と言われる見かけばかり華麗な動作が加えられるようになった。 花砲の弊害を払拭するために、江戸時代中期から後期にかけて、防具と市内、割市内が、自家進化下流や中西配置登流で改良され、本格的に打ち合う稽古、試合稽古が行われるようになった。いわゆる、激剣である。剣術史上のエボックといえる開発であったが、その特質について、賛否両論があった。やがて市内打ち込み稽古は広く普及し、この流れが、 明治以降の剣道へと繋がっていく。試合稽古の流行に伴い、流祖以来試合を禁じていた流派が、やむなく試合稽古を行うようになった記録も残っている。一方、終わりの新影流や岩国藩、長州藩の片山放棄流、広崎藩の東電流などといった形稽古中心で、試合稽古を取り入れなかった流派では、門弟の数に著しい増加はなかった。 黒船来航後、尊王上夷論や倒幕運動が盛んになり、各地で切り合いや暗殺が発生し、剣術、素肌剣術が最も実用性を帯びた時代と言われる。江戸幕府は黒船の脅威を受けて、幕臣とその指定を対象とした武芸訓練機関、公部所を設立し、剣術他武術を教授した。この頃、鏡、新明智流、 神道無念流、北新一刀流、心形刀流、天然理心流など、各地で信仰の試合芸古重視の流派、道場が流星し、公部所も試合を奨励したため、多流試合は、ますます盛んになった。見学を生んだ、主な地域は、剣術道場の多かった関東地方や、倒幕運動に、積極的だった薩摩国、土佐国がある。 幕末期の剣術流派の総数は200以上あったと言われている。新選組など剣閣集団が誕生し、一連の闘争や清掃に関与し、明治維新に至った。明治新政府による武士階級の廃止、配当令による対等禁止などの近代化、王家主義政策により、剣術は不要なものであるとされ衰退した。京都では剣術を稽古する者は、 国事犯とみなして監禁した。福岡の津田一伝流祖、津田正幸は、剣術禁止を嘆き、伝承を焼いて自陣した。各地で、士族反乱が起こるようになる。困窮した士族や、武芸者を救済するため、直進陰流の坂木原鍵吉は、激剣工業という剣術見せ物を開催した。庶民の注目と人気を集め、東京以外の地方圏にも及んだが、 勝敗が分かりにくいことなどが理由でやがて廃れていった。剣術を見せ物にする行為に批判もあった。さらに、見せ物の演出としての規制を大声で張り上げる行為、種目足の多様など、その後の剣道の技術にも悪影響を与えたとする批判もあるが、受難の時代に剣術の名脈を保ったことは評価されている。1877年。 明治10年の西南戦争では東隊が活躍し、剣術の価値が見直されることとなった。その後警視庁に激剣世話係が創設され、警察で剣術が盛んになった。一方、陸軍では1884年、明治17年にフランス陸軍から教官を招兵し、フェンシングを訓練していた。1894年、明治十七年、陸軍は フランス式の剣術を取りやめ、日本の剣術をもとにした片手軍刀術を制定した。1895年、明治28年、日本武術を振興する第二本武徳会が創立された。第二本武徳会には数多くの流派が参加したが、武徳会の男子称号や学校教育のためのルールや指導法などが整備され、多種多様な流派剣術から統一された現代。 剣道へと変化していった。1945年、昭和20年、日本が太平洋戦争で敗戦する。連合国軍最高司令官総司令部、GHQ 司令によって第2本部特会は解散し、武道は禁止された。この間、区肉の策としてしおり競技、市内競技というスポーツが考案され、フェンシングに似せた用具やルールを採用するなどして、従来の剣道とは、 無関係のものとして行われた。占領が解除された1952年、昭和27年に全日本剣道連盟が発足し、本来の剣術が稽古できる環境に戻ったが、形稽古としない稽古の二極化が進み、今日に至っている。ただし、一刀流諸派や自家進化下流など、形、しないとも重視している流派もある。神道無念流の流れを組む一見会。 は賀道場や日本剣道協会では、戦前のままの足絡みや投げ技も含むしない稽古を続けていい。日本古武道協会や日本古武道振興会では、剣術の保存、振興のために、型の記録映像の制作や、古武道演舞大会などを開催している。剣術流派となった流派、もしくは、剣術流派とされることがある流派のみ、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。